香港カギ大学は、香港、最高区に本部を置く香港の公立大学である。1991年に設置された、大学の略称は博すスド。タイムズハイヤーエデュケーション世界大学ランキング2019では、アジア3位。最新の QS 世界大学ランキング2021では、世界27位にランク付けられるなど、 1991年の創立以来急成長を遂げている国際的に著名な世界トップクラスの研究大学とされている。香港大学とともにアジアの総壁を成す世界レベルの大学である。中国返還前に香港にアジアを代表する研究教育機関をという目標の元当時の香港総督エドワードユードと 主席悲観主議員だった少子元が中心となって開校。QS ユニバーシティランキングスアジアではアジアで2013年1位。で、QS ワールドユニバーシティランキングスでは世界で2021年27位にランクされている。またビジネススクールはエーコノミスト市のグローバルランキングでは MBA が世界11位、アジア1位に ランクされているほか、A Financial Times 紙のグローバルランキングでは、MBA が世界6位、アジア1位、エンバが3年連続世界1位にランクされるアジアのトップビジネススクールであり、Association 2 Advanced c ット、スクール t Schools of Business の認証を受けている。教授の大半は、欧米の著名大学出身者であり、米国流のケースメソッドを中心としたスタイルをとっている。 博士スドは世界30カ国以上から留学生を引き抜いており、学生の内訳は西洋圏から30%、他のアジア圏から50%、香港から17%、その他で構成されている。教授、講師人の外国籍比率75%及び留学生比率39%が非常に高く、これはライバル校である。 香港大学のそれと比べても高い。在籍する日本人学生は韓国人留学生に比べると非常に少ない。1980年代の香港の経済活動の変革の中、政府はテクノロジーとビジネスを重視する大学を創立しようとした。1991年当時は香港の経済が非常に良かったので、博士度はすごく贅沢に建設された。 その贅沢さから、ロールスロイス大学と呼ばれている。QS ユニバーシティランキングス、アジアハット QS ワールドユニバーシティランキングス、タープユニバーシティーズハット http コロンスラッシュスラッシュ ja.myecom.net スラッシュチャイニーズスラッシュブログスラッシュ2013スラッシュ11234スラッシュ。ありがとうございます。